一番私が印象に残っている4歳の時に一番最初のシーンですね。皆さんこんにちは、猫屋です。今日はですね、いくつかお知らせをしたいと思います。今日は今は4月1日ですね。でちょっとこう新年度になりまして、ちょっと私の、ね、こう気分もこうなんかすごいいろいろ変わったなっていう感じがしたので、まあ、ちょっと新しく変えたこととか新しく始めることっていうのをお知らせしたいなと思います。でまずね、1個目はこの猫屋の YouTube の、チャンネル名を新しく変えたいと思いますで新しいチャンネル名は、お絵かき猫ちゃんっていうね、お絵かき猫ちゃん猫屋ルームっていう風にしようかなと思います。なんか単純にパッと見て、あ、なんか絵描いてる人なんだなって分かるように、お絵描きっていうフレーズを入れて、まあ、あと猫屋って名前なんで、まあ、ずっとねイラストレーターでやってますけど、僕私のことを知ってる人とか猫ちゃんとかね言われたりしてたので、だからまあそんな感じでお絵描き猫ちゃんっていう感じでね、はい、やりたいなと思います。でまあ、今までもそうですけど、まあ、ちょっと私ねいろいろ興味がいろいろあるので、まあ、絵だけをねただひたすら描くとか、なんかその絵の描き方ハウトゥーだけを教えるっていうね、まあ、伝えるっていう動画チャンネルではないんですけど、まあ、いろいろこうやりつつ、まあ、楽しくまあ絵は描いたりとかいろいろ喋ったりとかしているっていう感じの動画をまたこれから作っていきたいなと思います。あと最近思っているのが何でしょうね、もう少し気楽に動画を楽しくアップするっていう感じですかね、まあ、動画楽しく作るっていう感じかな、撮影して、うん、まあ、あんまり真面目にね一生懸命描くとか、まあ、最近のね絵とかもそうですけど、ね、ちょっといろいろこうやってみた結果、なんか逆に力抜いた方がいいんじゃないかっていうね力抜いて描いた方が私も気楽だし、なんか楽だし描けるしですね、で楽しかったのでね、こんな感じですよね。この最近のちょっと水彩のやつとかも、なんか自分で描かないみたいなね、まあ、描いてるんですけど実際なんか自分で一生懸命こう練ってこうしてって描かないで、なんかぼーっつって、まあ、なんかこんなイメージが湧いてくるなっつって描くっていう感じですね。でこの辺もすごく楽しいので、まあ、こんな感じでですね、動画もちょっと気負わずというか、まあ、ナチュラルというか素ですね素の私でまあいいかなっていう感じで、まあ、その辺でちょっと楽にね、また動画絵描いたりとか、これはね今まだね描き途中ですけど、またこれもちょっと途中まで描いてますね、はい、これもまたね描いて動画アップしたいなと思います、このシリーズです、はい。まあ、そんな感じでちょっと新しいチャンネル名でお描き猫ちゃんですし、まあ、少し軽くというか、まあ、軽やかな感じでまあふざけてるわけじゃないけど、まあ、雑ってわけでもないけど、まあ、もう少し軽く楽しく動画を作っていきたいなと思いますので、またガンガンさんもよろしくお願いしますでですね、あとですね、まあ新しくちょっとやりたいなと思ってることがあって、この3月で、息子がいるんですけど、小学校を卒業したんですよね。彼がですね、なんかちっちゃいというか、ちょっと不思議な感性というか、ちょっと面白いなと思ってて、4歳ぐらいの時からなんか愛と神様の話をですね、し始めたんですよ。へーと思って、まあちっちゃい子だからね、まあそういうのあるのかなと思ってたんですけど、最近だって、ちょっと、知り合いの人とかちょっと近しい人にこうそんな話をしてたんですよね。そしたらなんかそれ面白いね、なんか何かこう発信じゃないけど、なんかどっかに残したりしないのみたいな感じで、あ、そうですね、でも私ちょっとあまりにも普通だからずっと一緒に、ね、子供だから普通に生活してるから、でも結構面白いかなと思って、何かでこうそのなんか息子の言葉とか言ってることとかね、それを何かやりたいなと思って、どういう風な媒体でやったらいいかなと考えてたんですけど、この間それもまた横浜漫画みたいな感じでちょっと書いてみるといいかなと思ってひらめいたので、ちょっとそれをですね、やってみたいなと思います。でまあ一応ね、すんちゃんっていう息子のやつはすんちゃんっていうあだ名をつけて私はなんかお母さんおからさんっていうあだ名をつけました、はい、ね、キャラ設定ですけど、まあ2011年生まれてね、まあ、ちっちゃい時は普通の感じだったんですけど、4歳ぐらいの時に、まあ、少し言葉が喋れるようになってからですよね、突然愛と神様の話をし始めて、で、まあ、6歳になるぐらいですかね、2年間くらいちょっとこう
結構定期的にいろんな話をしたんですけど、6歳になる頃ちょっと前ぐらいに、もう僕6歳になるから神様の話しないよって言ってきて、あ、そうなんですかと思ってで6歳とあんまり話さなくなって、まあたまにポロって喋ってましたけど、あんまりこう喋らなくて、まあ普通の小学生になってって、6年生の去年の夏ぐらいから急になんかまた突然喋り出したんですよ。なんかそういう話を、なんかしかもなんか6年生になってるからね、12歳になってるから、なんかこう語彙力も増えて、なんかキレッキレになって戻ってきたなと思ってそれが結構面白くて、へえみたいな、私もへえって思うこととか、ちょっと難しいなって、なんか理解が難しいなって思うこともあるんですけど、まあそういうのをちょっとこう気楽にね、ちょっと4コマ漫画で、まあ、シンプルな線画でちょっと描いてアップしていきたいなと思います。はい、で、まあ、それはですね、私のブログかな、多分私のブログで最近放置しているブログだからにアップしようかなと思います。まあ、あとツイッター X か X のとこにもアップしようかな、まあ、そんな感じでちょっと考えてますので、はい、もしよかったら、ね、見てみてください。でさっきちょっと今書いていましたけど iPad で、まあ、これが一番最初ですかね。あんまり私の解説はしたくないとか、まあ、いらないかなとは思ってるんですけど、まあ、一番私が印象に残っている4歳の時に一番最初のシーンですね。そう、私まだその時思い悩んでることが多くて結構悶々としてたんですよ。この人4歳だから、8年前ですね。8年前に私がこう結構、まあ、いろいろね、子育てとか、まあ、家族のこととか、まあ、仕事のこととかもありとあらゆることで結構 もやもやなんかね、ストレス溜まってなんかイライラしたりとかしてて、こう顔なんかニカッとかして、おいしいねご飯とか言ってるんですけど頭の中はこうもや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 っていって、いろいろ悩み事とか心配事とかいっぱいあるっていう感じ。その時になんかこうはぁとか言ってたら、一緒にご飯食べてる時になんかね、お母さんってなんか愛が助けてくれるよって言ったんですよね。愛、その時なんか愛とかもうそんな日常で使う言葉じゃなくて、愛って感じで、愛って何ですかみたいな感じで、まあそれが多分4歳で、本当にね、なんか面白いなと思って、まあ、そこからちょっとね、彼がそのいろいろこう喋り出したので、まあでいくつか、まあ、携帯のメモとかに残してたやつとかもあったりとか、まあ、あと私のちょっと記憶とかね、まあ、その辺を元にちょっと書いていこうかなと思いますね。はい、でもね、愛と神様の話が出てきますので、ちょっとね、ちょっとスピリチュアルっぽいからちょっとそういうの苦手な人はまあ見なくてもいいんですけど、はい、ぜひぜひご興味ある方は見てみてください。まあ、そんな感じですかね。まあちょっとこうね、2023年はまああえてね、前回の動画でも言いましたけど、あえてすごい引きこもりをしてたんですけどね、なるべく人にも会わないとか、あまり外に出ないとか、ちょっと SNS も一時期やめてみたりとか、いろいろやってみたんですけど、なんか今年はちょっとこう、まあ結構いろいろ外出てるし、なんか新しくなんかやったことないことをやりたいなっていう感じがすごい、はい、ね、しているので、まあなんかそんな感じで、でも気楽にねなんか素な感じで、はい、なんかまた動画を作っていきたいなと思います。というわけで、また今後ともお絵かき猫ちゃんネコヤルームをどうぞよろしくお願いします。はい、ではありがとうございました。